はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。3月31日なんですが、本日ね、ニューウェーブが登場しております。ということで、はい。ニューウェーブの85以上全選手徹底解説やっていきたいと思います。この動画、パート2になりますので、えー、パート1がね、すでに上がってると思いますので、そちらにね、気になる選手とかいた場合はね、ぜひそちらを覗いてみてください。で、今回ね、はい。パート2やっていくわけなんですけれども、えー、今回はですね、 えー、まあ、6選手ずつまたやってるんですけれども、まあ J1 がね、全部今回は18選手とも85以上なので、まあ今年もしかしたらね、そういうスタンスでいくかもしれないんですけれども、 えー、今回がね、マリノスから、えー、京都さんが FC までということになっております、えー。こちらのね、6選手をやっていきたいと思うんですが、えー、こちらちなみに、ね、ニューウェーブ登場期間はね、本日3月31日から5月の19日ということでちょっと長めになっているので、まあ、普段の限定よりね、手に入れれる期間がちょっと長いというのがもう特徴でもあるかなと思います。ので、まあ焦らず騒がずみたいな。まあ騒いでもいいんですけどね、騒いだ方がいいですね。 はい。焦らず、慌てずということでね。<laughs> 騒がずじゃないですね。焦らずということでやっていきましょう。はい。ということでね、まあよかったらね、しっかりと、まあもし自分が狙ってる選手とかいたら、いたりとか、まあ気になる選手いたらね、よかったら、えー、評価参考にしていてください。では、えー、早速評価に移りたいんですが、まずね、評価基準の方を説明させていただきます。こちらです。 はい、えー。この動画の評価についてなんですが、スキル、能力値、総合の3項目で、1から5の9段階、点を含むで評価していきます。で、またね、新機能がちょっと能力値と結構関わるところありますので、まあそういったところはね、より掘り下げて、えー、お話できたらなと思います。よろしくお願いします。では、早速1人目から入っていきましょう。まず1人目の選手、こちらです。 はい、えー。横浜 F マリノスの上島匠選手です。はい。上島選手、スキル4.5、能力値が4、総合4.5で評価させていただいてます。はい。上島選手ね、ここスキルなんですが、いいと思います。マ、まあ、ガーディアインターセプトフィードということで、はい。非常にいいですね。まあ、ここは、ま、王道の組み合わせと言えるでしょう。で、4.5です。で、能力値に関しては、ここ、ボナセンディフェまでは来てないんですけれどもね、まあ、結構ディフェ値高いんですよね。1380ぐらいあるので、まあ、4ですけど、まあ、4.5よりの4と思ってください。 で、総合は4.5で評価させていただいてます。まあ、上島選手のあと特徴といったら、まあ、スタミナタイプなのがちょっといいですね。はい、能力値で言うとね。で、あとはまあ、ここブーストね、あのー、絡めていったりとか、まあ、すると、まあ、やっぱりね、はい、去年のカードとかよりはちょっと見栄えが良くなるかなというところが、まあ、あるというところをね、押さえておいてください。なのでね、ここ結構ボナセンがね、ディフェとかで一致してる選手は結構やっぱりマウント取れるんですよね。能力値マウントね。 まあでも、そうじゃなくても、まあ十分、あの、ブーストとかキラーとか他のセンスで対応できる部分というのはあるので、まあそういったところのプラス要素を見ていって、まあこの能力値4と評価しましたけれども、当然ここの評価というのはね、まあ上がっていく可能性というのは十分にありますので、上がっていった時にはまあ優先して全然起用するレベルにはあると思うので、まあそういった上積み次第かな、ここは。まあ基礎はいいと思います。まあスキル的にも十分足りてるし、まああとはこれをどれぐらい固くできるかというところの勝負なので、 まあ、うまくなんかね、活かしていきたいですよね。特にまあ、ブーストプラスの機能結構大きいので、まあ、特に自チーム、まあ、クラブリンクマリノスとか、まあ、あとアビスパとかかな。まあ、あとカシワとかね。で、カコリンクとかでうまくなる人は、まあ、結構美味しいかもしれないですね。まあ、そういうところをうまく絡めて強くしていきたいところじゃないかなと思います。素材はいいですね。はい。あとはどれぐらい仕上げれるか、皆さん、シェフの皆さんの、えー、腕次第ですね。はい。頑張ってください。 はい。では、続いて2人目なんですが、2人目は、横浜 FC の坂本幸輝選手です。はい。坂本選手、スキルが4、能力値が4、総合4で評価させていただいています。はい。ここ見ていくんですけど、スキルはね、ちょっと評価難しかったですけど、まあ、シャープクロスがね、これスナイパークロスの上位なんですけれども、ちょっと深いところっていうところでは、まあ、ウィングで起用すれば問題はないかなと思います。であと、サイドチェンジがあるので、まあ、浅いところで受けた時に、結構サイドチェンジで、まあ、他のね、もう一個、もう、えー、 もう一個逆のね、ウィングね。まあ右ウィングでも左でもできるんですけど、逆のウィングの選手にうまくパスが回ったりとかするっていう点は非常になんか手数はありそうな気がしますので、まあ悪くないと思います。スピードドリブルがちょっと生きてくるスキル構成ではない、まあないことはないか。まあスピードドリブルからシャープクロスとかのつながりもあると思うので、まあここも悪くないですが、まあ4.5まではちょっといかないかな。まあ4が限度かなと思います。 で、あと、能力値に関しては、まあ、基礎値がね、1100というふうに高くはないんですけど、ボナセンオフェンスしっかりと来てますので、これでまあ、4ぐらいは、はい、乗ると思います。まあ、何しあと、クラブリンクとかね、うまく絡めていくんだったら4.5とか、全然見えてくる数値だと思います。で、あと、総合はまあ、4かな。まあ、44と来て4ですね。はい。ただ、ここさっき言った通り、クラブリンクとかね、まあ、そういったと、とか、まあ、ブーストのね、その、分もあるんですけれども、まあ、そういったところをね、 うまく、えー、悲めていければ全然4.5も見えてくる選手だと思います。ただ、スキル構成的には、ちょっとね、評価が難しいです。まあ、シャープクロスうまくいかせる人だったら、いいとは思うんですけどね。真ん中ボレーしっかり組んでるとかね。だったらまだいいと思うんですけど、真ん中が逆にボレーじゃなかったら積極的にね、言う、あの、寄与すべきスキルかと言われたらちょっと怪しいです。正直ね。はい。まあ、なので、まあ、より良さを活かすんだったら、まあ、CF の選手のボレーとかと、 うまく絡べてあげると活躍はよりしやすいのかもしれないので、まあそういった選手と一緒にね、まあチームに入れてあげたいところであるかなと思います。はい。では続きまして、えー、湘南ベルマールの小野瀬康介選手です。小野瀬選手、スキル4、能力値4、総合4で評価してます。はい。ここスキルなんですが、悪くないと思いますね。まあ、急降下ミドルいいですね。で、テクニカルストライカーということで、まあ、急降下ミドルのウィングはね、結構ワイドに打てるので、まあ結構ね、あのー、深く入りすぎちゃったところでもね、 はい、打てるというところが非常に魅力だと思います。で、あとは、まあ、キー距離もね、ストライカーで打てたりとか、まあ、テクニカルドリブルからね、繋がっていくところもあると思うので、まあ、スキル的にはここは4.5まではいかないにしても、まあ、4は出せると思います。まあ、4.5でもいいような気がしますけどね、ちょっと微妙なとこですね。まあ、でも4.5よりの4と思ってください。 まあ能力値に関してはね、ここもオフェンスがめちゃくちゃ高いわけじゃないですけど、まあボナーセンオフェンスでうまくカバーできてるかなというところがあります。で、あとはまあここもね、クラブリングとかうまく活かしてあげると、まあ正直評価は4にしてますが、まあ4.5とかになり得る。まあもしくはもう正直5までいってしまってもおかしくないぐらいね。まあうまくね、付き方によってはそういった感じも見受けられるかなと思います。で、総合は4で評価してます。 ただ、ここもさっき言った通り、まあ、能力値のね、上昇によって、まあ、評価はちょっと変わってくるかなと思います。まあ、うまくクラブリンク生かしたりとか、まあ、他のセンス生かしたりとかで、まあ、能力値に関して上積みができるんだったら、リーグとかで見てもま、まあ、4.5。まあ、5はちょっと言い過ぎかもしれないですけどね、まあ、4.5ぐらいは、はい、見えると思います。まあ、特にね、まあ、急降かミドルがやっぱ生かしたいところであるので、まあ、やっぱオフェン乗せたいですよね。 うん。オフェを乗せて、まあ、どこまで乗せれるかが正直勝負かな。まあ、平凡ぐらいだったら他に使う選手はいると思うんで、まあ、ここもちょっと条件厳しいですけどね。ちょっと突き抜けてほしいところでありますが、うん。まあ、それぐらいの結構高いオフェンス値を誇れるんであれば、積極起用もあり得ると思います。はい。では続きまして、アルビレックス新潟の太田修介選手です。太田選手はスキルが4、能力値4、総合4で評価させていただいてます。 はい、ここスキルなんですが、まあシャドウ向けでしょうけどね、ちょっとロングループがどうかなっていうところがちょっとありますね、正直ね。遠いんじゃないかなっていうね。うん。 まあ結構近距離とかもう本当にペナルティエリア手前とかまで行かないと発動しないスキルなので、まあそこまで正直ちょっと持っていけるかなって言われると、ちょっと怪しいところがあります。まあボレーもしっかり。まあボレーはでもまあまあまあ展開によってね、しっかりとまあ上がっていくところがあればいいんですけど、だ要はね、結構下がって受けちゃう時があるんですよね、シャドウの選手ってね、コメによってはね。まあなので、そういったところだと、まあ下がって受けた時に何ができるんだって言ったら、やっぱスピードドリブルぐらいしかないからね。 まあそういう意味ではちょっと厳しい場面が想像はできちゃいます。はい。なのでそういった場面にはまり続けるとちょっと沼って、むしろ敗戦原因とかにもなりかねないぐらいのスキル構成をしているので、そこを割り切って使うかどうかは、まあやっぱりここは能力値次第というところで、まあ能力値見ていきたいんですけれども、うん、まあここテクニックはね悪くないんですけどね、悪くはないけど、できればオフェ欲しいところかなというね。まあオフェンス値のね、数値が素晴らしいだけに、 まあここはちょっと本当はオフェンス欲しかったでしょうけどまあドリブル持ってるんでまあねテクニックも悪くはないんでしょうけどっていうところですかねまあでも4が精一杯かなで総合も A4 でつけてますまあここはもう能力値次第かなここもまあ能力値もさっきの小野瀬選手と比べてちょっとスキル的にはちょっと弱めなんですよね同じ4でもちょっと弱めというところでうーんまあよっぽど強い なんか、起用したいという要素が、まあ、例えば、オフェンスめちゃくちゃついてて、キラでもあって、ブーストもあってとか、バカ高い大足のオフェンスみたいな感じのカードになれるんだったら、まあ、その、ボール、ね、ロストする、前、まあ、ね、可能性もまあ、目をつぶれるぐらいのね、オフェンス値欲しいね。うん。そうじゃないと、ちょっと割に合わないかな。うん。ってところがあります。はい。 まあ悪くはないけどね。まあ CF できたらなって感じですよね。これね、正直ね。うん。スキル構成が CF 仕様なんですよね。どう見ても。だからまあ、シャドウとかでうまく活かしたいんだったら、やっぱ中距離、まあやっぱ異次元系欲しいよね。まあそれかロングシュートとか、まあせめてミドル、うん、は欲しいかなっていうところがあるので、ちょっと射程距離足りない問題がね、ちょっと大引きそうな気がします。はい。じゃ続きまして、えー、名古屋グランパスのキャスパーユンカー選手です。 はい。ユンカー選手、スキル4、能力値4総合4で評価してます。はい。ここもまた4評価になりましたが、スキル見ていくと、ここはね、でも4評価の中でもね、4.5に近いですよ。まあ、スピードスター、無回転、ボレーということで、まあ、比較的スキル構成はいいんでね。まあ、ただこれ A がね、できれば異次元かボレーが良かったかなっていうところぐらいですかね。<laughs> 気になるとこね。それだったら4.5は出せてたと思います。はい。 まあでも4止まりかな。スピードスターが A がちょっともったいない気がすんな。このスキル構成だと。まあ今シュートセーバー時代っていうのもあるんですけど、やっぱシュートスキル強力なやつ欲しいですからね。なるべくね。まあ、特にユンカー選手みたいなこの喫水のね、テントリアタイプみたいな選手は、まあ、そういうシュートスキル、やっぱ強スキルシュートは1個持ってたいところだと思うので、まあ4が限界かなと思います。で、能力値に関してはね、まあ基礎値は悪くないんですけど、 うんまあ、スピード、ここはまあ、スピードでもいいとは思うけど、まあ、いい、まあいい、良くはないか。まあ、オフェがいいね、やっぱね。うん。まあ、妥協できないところかなと思うので、まあ、4が精一杯でしょう。で、総合も4という形にしてます。ただね、スキル構成とか、その射程距離とかいう話だと悪くないので、まあ、あとはまあ、どれぐらい上積みできるかかな。その、まあ、ブーストプラスだったりとか、あとはまあね、まあ、クラブリン 絡みで、まあオフェとか上げれたらいいね。うん。そういうところがあると、まあ、そんなに、え、スキルの、その A スキルのシュートスキル持ってないところとかも、もしかしたらちょっとマシにはなるかもな。でも結局そこがちょっと王引いてくると思うので、積極的に起用できるかって言われるとちょっと難しい。うん。ちょっと背中押しにくいっていうところはそこにあります。だからここもよっぽど、オフェンスに尖ったりとかしてるんだったら、もう、迎えてでもいけますって感じだったら、 はい、ここはありだと思うんですがね。まあそこを次第かなと思います。ただやっぱり異次元持ちとかの選手にはちょっと分が悪いかなと思いますね。はい、では、えー、本日最後の選手になります。京都産外 FC の三沢雄斗選手です。三沢選手、スキル4.5、能力値4.5、総合4.5で評価してます。はい、ここ結構高評価なんですけれども、まずスキルなんですが、いいですね。まあ、ガーニンインターフィードね。はい、これはもう王道の組み合わせで4.5は出せます。 で、能力値に関しましても、うん、いいですね。ボナセンディフェイいいですね。まあ、正直これ4.5でも、まあ、5日か4.5かな。うん。まあ、でも本当にいいと思います。ここプラス、プラスなんで、ここクラブリンク行かたらもう5ですね。はい。クラブリンクあれば5。まあ、ブースト含めて5ですね。はい。で、そこは4.5でつけてますが、クラブリンクとかうまく絡めれると5です。はい。これも特にサイドバックの評価としては5ですね。はい。非常に素晴らしいカードが出たと思います。まあ、やっぱクラブリンク、 との相性がね、やっぱ今シーズンのカードはいいというところを含めると、まあ、やっぱこのボナンセンディフェプラスすごくでかいですね。いつも、今まで以上にでかいと思います。はい。まあ、ビサオ選手引いたときに、まあ特にそのね、上昇、ここまでブースト、例えば、 複数選手とかでね、えー、上がってるチームがあるんだったらそこにせざるを得ないですけど、そうじゃない人はもう京都に染めちゃってもいいくらいの、はい、カードが出てるんじゃないかなと思います。まあタイプもテクニックとかでね、非常にタイプスターズとかも組みやすい。えー、まあ結構テクニックタイプ多いんでね、まあそういう選手になってるところもいいし、まあいいそう、いい要素はね、結構あると思うので、 ま、ここは、はい、比較的今回の中でも結構当たりカード、目玉カードになれるカードじゃないかなと思います。やっぱこのボナ戦大事ですね。うん、特に今回黄色限定なんでね、プラスかプラス、プラスなんでね。あの、フォーカスみたいなプラスじゃなかったらまだマシかもしれないですけど、プラスででかいからね、やっぱね、はい。まあ、そういうところで、はい、非常にいいカードが出たと思います。 はい。ということで、今回6選手評価していきましたが、まあ、今回もね、比較的皆さん良かったですね。まあ、ちょっとスキル構成でちょっときついなって言った選手は何人かいましたけど、まあ、特に最後のミサオ選手だったりとか、まあ、上島選手も悪くなかったですね。はい。まあ、あと、まあそうね、特にこの2人かな、が特によく見えたので、まあ、当たったら、まあ、特にミサオ選手はいいですね。左サイドバックとしては。はい。トップグラスだと思うので、まぁ、あ、ここ当たった方はね、ぜひ起用を考えてみてはいかがかなと思います。 では、今回の、えー、パート2ですね。ニューウェーブ評価動画パート2の方は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ